出てこい。ジェットコースター乗りというか、一つのことが分かるとどんどん転がってってぴったり歯車が合ってきたりとか、息をつかせない作品になったらいいなっていうのは思いましたね。どうしたんですか、こんなところで。なんだ。私の傷は残りますか？自分が瞳という役を演じられるのもすごく嬉しかったですし、映画化を楽しみにしてくださっている方と同じような気持ちで読んだので、早くこの世界に入りたいなって思いましたね。嫌です、一人にしないでください。登場人物がみんな謎を持ってるので、その謎がどん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 解けていって混沌としてて面白いんじゃないかなと思いますね。佐々木は常にこうみんなよりもリアクション多めというか、ちょっと悲鳴を上げるみたいなシーンが多かったですけれど、喋らないでもリアクションだけ撮ってるって結構エネルギー使うんですよね。モニターとかまだ見てないんですよ、私。見ないようにしてて、ちょっとそこのとこ楽しみですね。出てる時はあまりこうなるべく癖を出さずに謎の人物っぽい感じでやっていこうかなと思ってます。この病院には何かある。出てこいよみたいな、そんなことですか。言葉遣いとして入るのがいいかどうかちょっと悩みます。よーい、はい、開けろ。やめてお願い。この人はどうしてたんだ。タバコに火をつけましたね。他にもいるっていうのも。あ、そうそうそう。よーい、はい。ガット。はい。